こんにちは。そうだ。こんにちは。それでは、今日は、お猿さん。お猿さんを作ってみたいと思います。一本でやります。そう、いつもね、上から手元をで作り方を解説したビデオを出したんだけど、それは他の YouTube 見ればやってるから面白くないし、で暇つぶしというかステイホームのためにどう楽しむかってやっていて、で Facebook のお友達に元気な姿を見せるっていうのが本来の目的だから、自分の手元だけ写し去って何の意味もない。だから顔出しすることにしました。まあこんな顔やけども我慢してください。もうステイホームで我慢してる上にこの顔を見る我慢、まあ、そっちの我慢の方が辛いかもね。ということで、まあ、作り方の解説もいらないって言えばいらないんだけども、多少の経験者であればできるんですけども、まずあのこれは図面があります、うん、ここに、こうすればわかるかな、お猿さん、こんなお猿さんができます。で一応まあまあ型通りに、最初の大きさはわからないからパンパンにならないようにループにするから、柔らかくしてからループにする。このループを根元まできっちりと巻きつけてあげる。そして口結びを中に通す。それから小さいの大き小さいので5つ作ります。これで、まあ、同じ大きさでもいいんやけどね、まあ、ピンチにするからちょっと多少の空気を送りながらピンチにして5つ、はい、5つ。この5つをひねり合わせます。そしてこの5つの2つ目、てっぺん、おでこね、これを耳にします。ピンチツイスト、まあバルーンアートでは一番難しい、まあ、あのチューリップも難しいけども、ここでよく割れる僕も、ちょっと空気多かったかな、僕もよく失敗します。お子さんたちにはね、これはお子さんたちにはこれはちょっと難しい、力がいるから、もうこれでもほとんど出来上がりというところで、あとは首に6センチって書いてるから、これは硬くても柔らかくても大丈夫。で、あと、まあ、30センチぐらい、まあ、腕に巻くから、これね、ちょっとしたブレスレットになってるんで、このぐらいか。このぐらいで、ちょっと、輪にして、ひねります。ひねって、ほどけないように、これを中に、通します。尻尾。通して、プチ。
と入れます。これで、はい、これで顔を描きます。どっち顔らしいかな。反対向けてみようか。で、このバルーンアートの面白いのは、だいたい裏も表も同じように作った時にはバランスのいい方を使うことが多いです。お顔を描きます。わかるかな。小さな丸を描いて、その丸の周りを塗ってお目目。なかなか丸って描きにくいのよね。絵が上手な人は、こっちだ、カメラはこういうふうにして、はい、丸二つ。次はお猿さんの特徴である、お花。長いよね、ちょっと縦長のお花を二つ。そして特徴のある口、ぎゅーっと横一直線。これだけで、お花ができます。これお猿さんの顔になった。で、何かちょっと、もう一工夫というのが、もう空気全体に、柔らかくして、先の方を、から、蚊取り線香を作ります。蚊取り線香はいろんなあるけども、緊張巻き今思いついた、緊張巻きって。でも蚊取り線香ってこれからシーズンやけど、緊張しか作ってないのかな。他の蚊取り線香って見たことある？ないよね。緊張ばっかりある。はい、こうして、はい、手長ざる、お長ざる、こうして、はい、ぶら下がります。どこかに木でもつくとけば、お猿さんがぶら下がってるという状態。こうしてお猿さん作ります。お子様用の寸法だから、大人にするときは少し大きめ、ここで30センチぐらいでやったけども、自分の手をはめるには、まあ、ですけど、まあ、無理やり。ここで終われたらごめんね。やり直しはしないから。よいしょ。よいしょ。かえって僕の手がそんな大きなわけではないんやけれども、入った。まあ、こうして、まあ、お猿さんのブレスレットができて、こうして、はい、お猿さんのブレスレットが出来上がります。まあ、こういうふうな、ブレスレットでも、この面白いのができるということで、楽しんでいただければいいと思います。これがちょっと気になってたんやけどね、雑音かノイズが入ってるよね。で、今日朝確かめて、もう一つマイクを出してやったら、音が出ない。で、これも古いウェブ用のやつだけども、多分直接つなげば音は出ないと思うけれども、今使ってるパソコンはマイク端子はないので使えるようにはしました。
で、もう一台あるんだけども、セブンでほとんどもうサービス終わってしまって、それはマイクのインとアウト、ヘッドホンと両方あるから2つ挿して、その代わりインマイクついてないのよね、内蔵マイクも内蔵カメラも。だからウェブカメラで今まで海外出張などいた時にはそれで会社とやり取りしてたんだけども、今はノイズが多少入ってるけど我慢してください。で、もともと僕の声にノイズが入ってるんで、どっちのノイズなのかがわからないのでね、僕の声のせいにしておいてください。ということで今日はお猿さん。ということでもう一遍抜きます。で、まあこれを例えば木を作ってね、そして木に抱かせるという方法とかね、こうぶら下げて、ここにグリーンならグリーンで木の葉っぱを作ってあげるというふうにすれば、ちょっとした面白い飾りになるんじゃないかなと思います。ということで、この間昨日言いかけて「バイ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 これ知ってる人は？」って言ったけども、やっぱりその後は言わないようにします。それではさようなら。